ヤイズ TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。はい、はい、今日からですね、新番組で担当させていただきます田中悦子こと、えっちゃんの、だだごめんね。はい、ですね、えっちゃんのトークでトークでーす。はい。のっけから詰まってしまってごめんなさい。はい。ですね、先週の金、火曜日に、ゲストで呼んでいただきまして、はい、ついに MC デビューです。よろしくお願いします。はい。はい、第1回目を記念しまして、私はですね、アロマハンドデドックスというハイドクを、お仕事にさせていただいてます。はい、今日はですね、牧之原から、はい、未来の子どもさんたちのために経費毒インストラクターのコンサルタントをされております松村、真澄さんをゲストにお呼びさせていただきました。よろしくお願いします。はい、経費毒、はい、皆さんご存知な方いらっしゃいますか？そうですよね。私も、デドックスの仕事を始めてから経費毒、勉強するようになりました。詳しくですね、真澄さんに教えていただきますので、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、簡単ですけども、はい、真澄さんちょっと自己紹介をお願いします。はいはい、ですね、私は牧之原市で生まれて育ちまして、はい、早60年を過ごしてしまいました。昨年還暦を迎えて、はい、はいはい、そうなんです。はいはい、このお仕事に携わったきっかけは何ですか？きっかけは、はい、なんかね、皮膚から入ってくるものってなんか怖いよっていう話を聞いたんですよ。はいはい、食べるものはみんな注意してるけど、うん、皮膚から入ってくるものって、うん、それまであんまり気にしてなくって、はい、で皮膚からものが入るってなんかちょっとイメージつかないじゃないですか。そうですよね。そう、でも最近ね、うん、はい、咳がいっぱい出る人は、うんうん、気管支拡張剤っていうパッチを病院で処方されて、うん、はい、咳込んだ時に貼ったりとか、あ、例えば喘息の人とかお薬でありますよ ねとか、はい、タバコやめたい人はニコチンパッチ貼るじゃないですか。あれって口から入ってないんですよね。そうですね、皮膚に貼り付けて、うん、だから皮膚からいろんなものが入るんだっていうところから始まったっていうか。そうなんですね。そう、たまたまそのタイミングで、はい、Facebook に竹内久米治先生っていう経費毒の先生が出てらして、はい、すぐにお友達を申請して、はい、でつながってそこから先生の講座に東京まで通い、はい、すごい資格を取ったっていう感じなんですけど。でもその資格ってあまり聞かないですけど、うん、日本ではこの資格持ってる方ってどのくらいいらっしゃるんですか？コンサルタントの資格は持ってる方結構いらっしゃるんですけど、はい、インストラクターでアドバイザーの認定講座を、はい、できる資格を持ってる方はまだ20数名しかいなくって、はい、県内では私一人になります。はい、すごいですね。はい、でもね、ぜひ私も含めて経費毒って体にね、やっぱり少しでも良くないものって入れたくないですよね。そうですね。はい、うん、はい、コメントありがとうございます。はい、頑張って、はい、番組進めていきます。はい、母頑張って。はい、息子が入れてくれてます、ありがとう。はい、そうですね、経費毒ってあまり皆さんピンとこないんですけれども、うん、実は真澄さんにね、ちょっと教えていただいて実験をですね、ちょっとこの場でさせていただきたいと思います。
はい、あの焼津 TV のね、お水を、お水をですね、ここで汲ませていただいてます。はい、皆さんのね、蛇口をひねったお水です。そこにですね、これ次亜塩素酸っていうお水にはですね、必ず食中毒にならないように塩素を入れてます。この次亜塩素酸って皆さんのお宅にあるカビキカビキラーとか、はい、あ、言っちゃった、漂白剤それとかね、漂白するときにね使うものが次亜塩素酸です。でそれが入ってるとこのお水が、ピンクになります。ちょっと入れますよ。はい、今ね入れて、このね次亜塩素酸ってお水には必ず入ってます。皆さん見えます？ピンクピンクピンク、はい、100% 入ってます、ね、はい、ピンク。これね、国の方で必ず入れなければならないという濃度が決まってるので、どこの水にも入ってます。ただ地域によってこの濃いところとか薄いところ、それぞれ違います。はい、で実はですね、この中に入っている次亜塩素酸っていうものが、私手指入れますよ、入れますよ、皆さんよく見ててくださいね。この色どうなるか見ててくださいよ。はい、混ぜ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 、よいしょ、で入れちゃう、よいしょ。ちょっと薄くなってきてるの分かりますか？ごめんね、よいしょ。あれ、本当はね、手って吸収しにくいんですよ、一番。ごめんね、よいしょ。あ、でも分かりにくかったかもしれない。ちょっとね、皆さん見にくいんですけど、実は手を入れるとこれね、本当は透明に、透明になってくるんですけど、なかなか濃いか。私もやってみましょうか。ちょっといい、よいしょ。結構濃いですね。濃いですね。あれ？あれ？うまくいかないな。言ってくれ。ちょっとね、これ実は、こうやって、そう、うん、指を入れて混ぜると、結構ね、塩素が強いんですかね。みんなでちょっと混ぜ混ぜ今してます。混ぜ混ぜ混ぜって。あ、つけるだけでもいいんですよ。いいす、本当は。うん、ちょっと塩素。手こわいね。あ、手こわいね。そう、そう。本当はね、これが透明になってくるんですよ。はい。そう。濃いからどうしても出ないんですかね。ね、強いですね。強いですね。ちょっと今日の実験は、うん、うまくいかなかった。ごめんなさいね、ちょっとね、通常はでもね、下の方ね薄くなってきてるんです。はい、そう、まあこういう形で皮膚からね、毒素が入ってきます。はい、はい、さあこの毒素ってどんな風なあれなんですか？これがですね、うん、実を言うと、はい、食べ物は体に入ると、はい、うん、こう消化器官を通って、はい、吸収されて、はい、肝臓に行って、はい、大体 90% が1週間のうちに、はい、こう排出されるんですよ、はい、でも皮膚から入ったものは、うん、出口がないので、はい、90% 体に残ってしまうんですね、はい、で、うん、こういうものって人間の脂肪と仲良しなんですよ、はい、なので、脂肪に蓄積されていきます、どん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 、はい、で今問題になっているのは、はい、その蓄積されたものが、うん、女性の場合多いところが子宮だったりとか、うん、なんかよく聞きますよね、胸だったりとか、はい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 、男女問わず、はい、脳に、はい、蓄積されていきます。そう、皆さん知ってました？脳ってね、油なんですよ。油なので脳の中にもどんどんこういう
経費録のようなものとか、あと金属とかもね、たまるんですよ。たまっちゃうんですよ。はい。で、うん、あの本当はね、脳のところには、うん、あの脳関門っていう石所があって、はいはい、有害なものを入れないものがあるんですよ。はい、でだけどそこを通り抜けてしまうものと、うん、はい、あの胎児はそれが備わってないので、うん、赤ちゃん、お母さんのお腹にいる赤ちゃんが生きようとするときに、うん、はい、脳にいろんな影響を与えてしまう、っていうことも、はい、今いろんなところの研究で分かってきてるんですよ。はい、そうなんですね。そうなんです。なので、うん、私が、はい、あのあれしてるのって、うん、こうちょっと見づらいですね。うん、はい。脳環境科学経費読っていうんですよ。はい。脳環境科学経費読。脳環境科学。そう。脳ですね。そう。脳の環境に影響するって、それだけじゃないんですけど、はい、あの竹内先生は、はい、あの脳の薬の研究を特にされていた薬学博士なんですね。はい、なんで子供の、はい、今の子供たち、こう学習障害の子が多かったりとかするじゃないですか。うん、はい、そういうところに ね、すごく影響を与えてるんじゃないかっていうことを懸念されて、はい、特に脳環境科学っていう名前になってるんですけど、はい、はい、いろんなところに影響がありますの、はい、だけではなくて、そうなんですね。うん、その例えば、うん、そういう物質って、うん、ね、次亜塩素酸確かに吸収、他にどんなものが体の中に入りやすいものってあります？はい、泡の立つ成分。泡の立つ成分。はい、成分。じゃあそうすると洗剤もそうですし、はい、うん、あと例えばハンドソープとか、そう、そうです、はい、コロナになったので皆さん使いますよね。すごい使うんですけど、はい、そういうものであったりとか、はい、アルコールとか、うん、あの皮膚の構造って一番上に、うん、あの油の層があって、はい、次に水の層があってっていうのを、はい、うん、あの本当ラップ1枚分の厚さの中に構造ができてるんですね。うん、それで体の中にいろんなものを侵入を防いでる唯一のバリアなんですけど、その泡の立つ成分っていうのは界面活性剤って呼ばれるものなんですけど、皆さんよく聞きますよね。はい、汚れよく取るために、ね、落とすために、はい、その界面活性剤はその層の部分をこう活性化してしまって、はい、体の中に侵入しやすくする作用をしてるんです。なので、はい、手を洗ったうっと同時に、はい、皆さんの体に、はい、まあいいものも入るかもしれないんですけど、はい、あの入ってほしくないものも一緒に侵入してきます。で口の中歯磨きするじゃないですか。はいはい、歯磨きする中にも界面活性剤と呼ばれるものが入ってるんですね。はい、で口の中って粘膜に一番吸収されます。うん、はい、だから歯磨きするたびに、うん、いろんなもの有害な化学物質も体の中に入れてます。はい、え、増美さん、じゃあそういう場合って、うん、歯磨き粉ってどんなものが使わないで済むにはどうしたらいいですか？そういうものはね、入ってない、うん、メーカーのものもあるんですよね。そうなんですね。なのでね、はい、何でもそうなんですけど、なるべくね、はい、表示の後ろ側をよく見ていただいて、はい、物を選ぶっていうのがすごく大事になってきます。そうですよね。なんかよくわからないカタカナとかアルファベットとかのもの いっぱい書いてありますよね。うん、特に気をつけなければならないような成分って何ですかね。はい、ね、ラウリル硫酸ナトリウムって書いてあるですよ。皆さん分かりました？もう一度ちょっと、ラウリル硫酸ナトリウムです。はい、硫酸ナトリウム、はい、はい、前にラウリルってついてて硫酸ナトリウムって書いてあるんですけど、はい、ちょっと長い名前なんですけど、はい、ほとんどのものには入ってます。そうなんですね。はい、歯磨き粉、子供の歯磨き粉も大人の歯磨き粉も、はいはい、あの有名なメーカーさんのものにはほとんど入ってます。うん、はい、そうなんですね。はい、ちょっとね、表示を見てその物質が入ってないものを選ぶのも選択の一つですよね。はい、うん、それともう一つ、はい、
プロピレングリコールっていう物質があるんですね、はい、これはね保湿剤の役割をするので、うん、クリーム状のものにはほとんど入ってます。あ、これから冬の季節になるとハンドクリームそうですね。あとお子さんのお尻拭きの中にも、はい、あのペーパーがカピカピにならないように入ってるんですよ。いやじゃあ結構この冬場に必要な保湿成分だとか油分だとかそういったものにはたっぷり入ってるってことですね。たっぷり入ってますね、はい、うん、なので本当にいろんなものを買うときに、うん、何でも食べ物もそうなんですけどね、はい、後ろひっくり返して買っていただきたいんですよ、はい、そうですね。そうなんです。あと、はい、プロピレングリコールに関しては、うん、あの保湿剤なので、はい、あの麺類、うん、乾麺ではなくて、はい、お店の店頭に売ってる、はい、茹でてあるような麺あるじゃないですか。茹でてあるような麺っていうことは袋麺とか袋麺みたいなの、はいはいはい、私乾燥麺じゃないですね。そう、何年か前に、はい、年越しそばを買おうと思って、はい、スーパーに行って、はい、もう袋詰めになってる、はい、あの買ったんですよ、うんうん、で後ろひっくり返してみたら、はい、プロピレングリコールって書いてありました。ね、だから、はい、お菓子なんかでも、うん、あのいつまでたっても柔らかくいるお餅類みたいなものとか、うん、そういうのものの中にも入ってる場合があります、はい。そうなんですね。そうなんです。結構皆さんあの生活の中にねいろいろなものが、私あの増美さんと話してて一つびっくりしたのが、実は実は皆さんスーパーに行くとレシートもらってますよね。もらわない人いませんよね。渡されるとって皆さん触りますよね。触りますよね。増美さん、そう、その危険性ちょっと教えてあげてくださいあの私経費毒を勉強する中で、あと環境ホルモンっていうの言葉にすごく興味を惹かれて環境ホルモンの勉強もしてるんですけど、はい、環境ホルモンっていうのは人間の体に似たような影響を与える、うん、あの内分泌攪乱物質って本当は言うんですけど、はい、あの体の中で作られるホルモンではなくて、それと似たような働きをするものが、はい、私たちの外から入ってくるものなんですけど、はいはい、有名なあの化学物質としてビスフェノール A って聞き慣れない言葉だと思うんですけど、はい、あのそれってプラスチック製品をね作る時に使われる物質であったりとか、あと防腐剤の役割をしたりとか、あの今レシートの話したんですけど、レシートのね印字に使われてるんですよ、はい、印字されてるね、あの黒いインクですよね、うん、の中にインクが実はその環境ホルモン、あのホルモンをこう攪乱してしまう、わけわからないようにしてしてしまうってことだそうです。なのでレシートをね、あのどこのお店も印字を外側にして渡すじゃないですか、うんうん、あれ畳んで字を隠して渡してもらいたいなっていつも思ってるでしょそう、そう、だから買い物をしたりやりしたりして何気なく普段から触ってるものに実はそういう物質がね、使われてるっていう、私たちの生活の中にはたくさん使われてるっていうことが今あの当たり前のようにしてるところに、うん、私たちはすごい危険をさらされてるっていうことを、うん、今回ねあのマスムさんに教えていただきました、はい、本当あの知らないことってね本当たくさんありますよね。で、はい、本当に知らないことで子どもたちを危険な目にあの知らず知らずにさらしてしまってるっていうか、うん、はい、お母さんとかが学ぶことで避けられることってたくさんあるんですけど、はい、知らないがためにやってしまってるってことがすごく多くて、はい、はい、その辺をね皆さんにね知ってもらえたらなっていうのが私の一番伝えたいことです、
そう、ますみさんね、それこそ小さいお子さんとかお母さんとかそういう方にやはり少しでもやはり健康のこととかこれからのね未来を背負って立つ子どもさんのために、インストラクターの資格を取りまして、一生懸命今活動しています皆さん、ぜひ彼女をねこれからの活動静岡の中で県内の中でどんどん県外でも活用されてますので応援の方をよろしくお願いします。で、はい、こういうところではね言えないお話っていうのもいっぱいあるので、もしねご興味ある方は Facebook で私の名前松村マッスンミはひらがななんですけど、はい、検索していただいてメッセージで、はい、やいつ TV 見ましたよって入れてくれれば、ね、私の方で、はい、お友達受け入れ、ね、させていただきますので、はい、ね、どんなことでもいいですよ、うんうん、ちょっとこんなこと聞いたらねって思うことでも、うん、何でも聞いてください、はい、はい。今日はねどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、はいはい、それでですね、次週なんですけれども、一週おきまして、12月28日火曜日は物見宇宙展っていう、岡田めぐみさんっていう方をゲストに、招きします。彼女はですね、気候治療をしている静岡の葵区で治療をしている子です。はい、体の機能調整だとか運命の中、ね、調整もしてしまうという、はい、ちょっとまあお空とね天とつながってるちょっと不思議な力をお持ちの方をお呼びします。でその時にですね、実は2022年寅年ですよね、36年ぶりの豪雨の、寅年ということで、ちょっとミレニアムな年だそうですはい。でどういうことをねしたらいいかとかそういうことを、彼女の方からいろいろとお話をしてくれると思います。ちょっとぜひ楽しみに。私もすごく興味があります。はい、松井さん何年ですか？私はネズミ年なんですよ。あら、まあこまめにお働きになる はい、私はですね架空の動物タツ年になります。そうなんですね、はい、ちょっとね架空の動物なのでちょっといまいちピンと来なくて不思議ちゃんで実はちょっとすごい不思議ちゃんで見た目と全然違ってるっていう風に、はい、言われますので、はい、皆さん何年ですか？牛年です。あ、いいですね。はい、同じネズミです。あ、そうなんですね。はい、私の周り実はネズミ年の方すごく多いんです。あ、そうなんですね。はい、ご縁がありますね。はい、ね、まあこんな感じでね、それこそ皆さんが知らないようで知ってるようで知らないお話とかそういうことをね、うん、ちょっとこの番組を通じて皆さんにお伝えしていけたらなと思います。また焼津だとか静岡のね中でいろいろと頑張ってる、うん、いいものを持ってたりいいことをされてたりとかそういう方をねぜひなかなか皆さん知らない方とっても多いんです。そういう方をねぜひここにお招きさせていただいて、えっちゃんと一緒にトークをしていただいて、はい、皆さんのね一つのお知恵のまたお困りごととかそういうことも何でもいいのでぜひコメントを入れていただいて、ご紹介ください。はい、皆さんと番組を作っていきたいと思いますのでいつでもいいので、はい、コメントお待ちしております。はい、今日はねますみさん遠い中ありがとうございます。いえ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 、本当にでもね知ってもらうって大事なんですよね。物事って知らないっていうのが多分一番良くないことなので、うん、知ってもらって選ぶっていう選択肢をねいっぱいね、はい、皆さんに見つけてもらいたいなって思いますね。そうですね、本当にここの番組ではね、うん、こんなこと知らないのっていうこと、大人になると、うん、つい知らなくても知ったかぶりしちゃう私ごめんね知らないんでって言って教えてって
って何でも教えてって、うんうん、言ってもらえるようなね、場にしますので、もし悩んでることとか困ってることとか、こんなことをみんなに伝えたいなっていうことあったら、気兼ねなくコメントを入れてくださいね。はい、はい、今日は第1回でちょっとドキドキいろんな実験もであれでうまくじゃなかったけれど、はい、まあ生放送なんでこんなこともあります。はい、ぜひぜひ皆さん参加型のね番組にしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、はい、次の番組はですね、はい、お祭り気分でアンエットン、はい、さあ、どう今日はどんなお話をしてくださるか楽しみですね。はい、皆さんお待ちくださいね。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。